ショータイム。ショータイム。二等兵の友人です。T 隊長です。偏頭痛の T 隊長です。はい。はい、で、今日は内向感覚タイプの ISTJ と ISFJ のお話をと思ってます。はい。簡単に、内向感覚ですね。ISFJ と ISTJ の、特徴としましては、はい、思慮深く現実に焦点を当てる、うん、落ち着いている、うん、事実に基づいて考える、注意深く動じない、うん、一貫していて頼れる、うん、好みにうるさい、うん、誠実で謙遜する、うん、で、今起きていることの詳細や具体的なことに興味を惹かれる人、うん、聞かれたことや仕事で求められていることに対して慎重になる、うん、効率を重視してものを考える、うん、現状の課題に粘り強く取り組む、直接的で具体的な情報に興味を持つため周囲からは現実な人と見られる、うん、で、ストレスにさらされた場合、しみったれる、心を閉ざし陰銀無礼になるとあります。自覚としては ESFJ、うん、はい、なので、うん、もし私が内向だったとすると、うん、ここなんですね、はいはいはい、ISFJ、うん、なんで二等兵、うん、内向だよっていう指摘される方もいらっしゃるので、うん、ありましたね、はい、うん、もしかしたら僕はここかもしれません、うんうん、ちょっと自覚でこの落ち着いているとか、うん、注意深く動じないとかはあんまりないんですけど、うん、はい、思慮深い感覚ってあります、私に。まあでも見方ですからね、はい、そう見ようと思えば見える気はします。見ようと思えば、まあしみったれるとか心を閉ざし陰銀無礼になるは、うん、すっごいわかるんですね、うん、ここに僕はいるんですけど、はい、ちょっと自分僕かなと思いながら、うん、見ていきたいと思ってます、うん、内向感覚ISTJ と ISFJ、はい、今日もこちらですね、うん、MBTI タイプ入門、うん、インザグリップと、はい、握ってるよと、うん、金子書房、うん、園田由紀さん役のものです、うん、内向感覚タイプは、うん、自分の好む感覚機能を内界で用いることを動機づけられるため、うん、内面にある情報や体験などに対して意識的に感覚機能を用いてますよと、うん、五感から得られたことや、うん、過去に体験したこと、うん、今体験していることを信頼する、うん、で、完全に掌握できたと実感できるまで、うん、五感を通じて体験する以外のことをベースに何かすることは居心地が悪く感じる、うんうん、なるほど、うん、要はこれだってなるまで、うん、やらないってことですね、うん、よくわかんない状態でやるのが気持ち悪い、はい、だとこんな動画撮れないですね、はい、うん、なるほど。で、相手が事実に注意を向けず、うん、具体的な詳細などを軽視していると感じると、うん、信用しなくなる、うん、注意深く秩序だったやり方で、うん、事実や詳細に意識を向ける、うん、最後まで誠意を持って責任を果たそうとする、うん、伝統や由緒ある制度を大事にする、うん、確実な論拠を持って状況を見据え、うん、信頼できる新印象を周囲に与える、うん、効率や費用効果を高めるために、うん、既存の技術を完成させていこうとする、うんうんうん、とあります、はい、真面目な方ですね。真面目な方ですね。ちゃんとやる、ちゃんとやる、うん、なんか、まあ、前もちょっと話したんですけど、うん、ESFJ 外向の私から見ると、はい、うん、内向の人って、うん、みんな同じ箱に入れてたんですよ。あ、内向、内向のなんか、うん、内向な人たちっていう箱に一緒くたに入れていたので、はいはいはい、そこの色分けをしてなかったんです、ね、うんうんうん、でもなんかその中にも、うん、超なんて言うんだろう、まあ、言葉がすごい単純で申し訳ないんですけど、はい、すっごい真面目な人と、うんうんうん、なんて言うんだろう、その中でも、うん、行動的な人がいる、うん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 、なんか内向の中でも、うん、なんか破天荒っぽい人がいる、はいはい、とはちょっと対極の人です、うん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 、ここはやっぱりこの内向でもプロメテウス、はい、エピメテウス、うん、バッカス、うんうん、
アポロン、うん、やっぱりちょっと違うなっていう、うんうんうん、で特に今回は、うん、ここは、うん、あの内向感覚の ISTJ と ISFJ さんは、うん、エピメテウスなんで、うんうん、なんかエピメテウス臭がするんですよね、うん、真面目ちゃんとしてるちゃんとしてる、うん、伝統ルールうまくいかないとしみったれるクッて、 なりますけども、うん、はい、そんな感じはしますねと、うん、あ、で、ハイノヒトさんも要は国立大、うん、はい、大学時代の友人、うん、大体教師になったたちで多いタイプでした、うんうん、要は ISFJ で見るとやっぱり向いてる職業で出てくるのは教師、うん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 、まあこうあんまり破天荒なことされても困りますからね、まあ、学校の先生に一応あの国の基準はここだよっていうのを、うんうん、ちゃんと守ってちゃんと守って、うん、でまあその型があるからこそ、うんうん、型破りもできるし、うんうん、型に沿ったこともできるし、型の中でみたいなところもあるし、はいはい、っていうのは感じますね。で、あ、カオル君も、SI は職場の上司がそうだと、うん、とにかく冒険をしない、ラーメンの味一つとっても、うん、豚骨とはこういう味だという息を出ると拒否反応を示すと、うんうん、押しちゃいいですよね。まあ、そうです。僕は別にあのカルボナーラうどんでも全然美味しければ OK です。で、まあ、要は豚骨って言ったらこれだですよね、はい、だから豚骨のちょっと変わった豚骨味、はい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 、なんかちょっと変わったものが入ってたりすると、はい、こんなのは豚骨じゃねえみたいな、っていうと、まあ豚骨自体そもそもが火星ですからね、うん、はい、いいじゃん美味しければとは僕も思います、はいはい、そんな ISTJ、ISFJ、うん、まあ、両方ともエピメテウス、はい、仕事面でのストレス、うん、としましてはですね、個人や組織の目標達成に必要な情報を正確に詳細にわたって集めたり整理したり提供したりする力が認められ、その力を発揮できる職場環境にやりがいを感じますと。真面目、はい、公務員にも向いてそうですよね、はい、公務員にも向いてそうですよね。こういう人が国を支えてるんでしょうね、はい、で勝ち負けの競争に価値が置かれすぎていたりせず、うん、不確実で入り組んだことがあまりなく、うん、対立が極力少なく周囲と支え合うことができ、うん、予測可能で、うん、きちんと整理され、うん、安定したペースで仕事ができる状況に居心地の良さを感じますと。ないですよこんな職場、うん、ないないこんなの。まあ、居心地の良さを感じるからストレスを抱えてるって話ですよね。ないからもうこんだけで今大変だが来ましたけど、うん、またこうしたことに対して、うん、自分が認められ同僚や上司に大切にされ、うん、尊重されることを求めますと。まあ、だからそういうふうに目指していくって話じゃないですか。そうしよう、極力そうしていこう。なるほど、うん、なんか対立の匂いがしますね。全部こうシステム化しようみたいな。なるほど、うん、で自分の仕事が当然のこととして受け流されてしまうことは望んでいない、うん、組織や上司に誠意を尽くし、相手も同じように自分にしてくれることと、うん、それによって職の安定が得られることを期待する傾向がありますと、うん、このタイプが最も満足が得られベストを発揮できる状況とは、きちんと整理され枠組みが分かりやすく、うん、役割、目的、納期が明確に決められていて、うん、合意の取れた計画に沿って動けるところですと、うん、さらに、うん、様々な種類の課題を割り当てられることを好み、うん、それらの課題の進め方を自分なりに考えていくことや、うん、自分自身の判断と専門性を持って取り組んでいける状況を好む一方で、うん、決められた手順にきちんとした意味が感じられ、頻繁に変更が求められなければ前もって決められた方法に従うことも抵抗なく受け入れますと、うん、この辺はでもしっくりきそうじゃないですか、うん、ただないだろうなっていうのと、まあうん、あと思ってるのはこういうのって、うん、なんかその今って臨機応変とか、はいはいはい、うん、そういうのが求められるというか、うん、そういうのが仕事ができるって思われがちだと思ってるんですね、うん、あ、臨機応変に対応、臨機応変に対応できて、うん、あとはなんかその論破みたいな、
うん、そういうのってあの臨機応変にああ言えばこういうみたいなのが、うん、頭がいいとされて仕事ができるとされ、うん、チヤホヤされ、うん、ツイッターをするわけじゃないですか。はい、うん、ツイッターを、ツイッターを、うん、でこういう真面目に している人たちって、うん、なかなか日の目を見ないんだろうなって感じてるんですね。まあなんか普通に見えますもんね。であとそのなんか若干ディスり気味になんか公務員仕事みたいな言い方ってされるじゃないですか、うん、要はなんかあ杓子定規だねみたいな、うん、でもそれを正論をかざして叩きのめしてくる人もいるっていうのと、でもここがしっかりしてないとさ、うん、っていう全部こう説明できれば、はい、こうできる人に見えるんじゃないですかって話。あ、それをね。そうそう、あ、僕がちょっとできない側の人間、このルールだからじゃんみたいな感じで言うから、ルールだからっていうみたいな、はい、頭悪そうに見えるけど、はいはい、これはなぜならこういう理由があってってダーッと説明されるとあ、そうですねって、はいはいはい、頭良さそうに見えるんじゃないかなって話ですよ。なるほど、うん、また裏方で静かに効率的に仕事を進めることが多く、うん、前面で、前面っていうのは前の、はい、前で率先的に引っ張っていくようなリーダー的な役割を取ったり、うん、組織内で一人自主的に動いたりすることは望まない印象を周囲に与えますと、うん、それと関係して昇進の話を持ちかけられやすいにもかかわらず、うん、それが結果的に本人にとって不満の原因になることが多いことも挙げられますと、うんうんうん、立ちたくなかったのに、あ、表には裏でいいんだよ。でもまあ頼れる感じしますもんね、うんうん、周りからすると、うん、仕事において満足を感じる部分を特定しにくいのは、うん、自分や他者に対して高い基準を持っていることがあると指摘されてますと、うんうんうん、反対にストレスを感じる職場として報告されるのは、うん、基準や目標や優先順位の設定が曖昧、うん、きちんとした定義がない、あとはまあこういう職場の場合はいくら上司が認めてくれても、うん、なんか自分の基準を満たすことができない。あ、はいはい、自分が許せない、なんかちゃんとやった気がしてない、うん、まだまだこんなもんじゃないですかね。多分ルールがしっかりしてないから、うんうんうん、ルールが僕をいいって言ってくれないってことなんですかね。ルール、まあ、自分の考えてるルールはまだもっと上にあるってとこじゃないですか。基準が高い、僕はではないと思ったのは、うん、なんかルールに従うことが100点だと思ってるのに、うん、ルールが曖昧だから、曖昧だから100点取れてないじゃん僕、うん、だからそのルールが、あ、そうそう、あ、っていうこと、あ、同じことですね。あ、同じことかも、うん、僕ね、いつもね、理解が遅いんですよ、うん、動画で編集してるときに、うん、ようやく理解してます、うん、なんで、まあ、そういうことはよくありますよ。いつも二等兵はここでいつも甘い部分を見せてるのは、うんうん、申し訳なく思います、すいません、はい、で、またこのタイプは、うん、事実を他の何よりも大切にするために、うん、個人の意見や推測から判断を下したり仕事の方法を決めたりすることに納得しないと、うん、このタイプを志向する人たちは、うん、仕事面のどのような部分にやりがいを感じるかというと、うん、まあ、現実に目を向け、うん、実証できることを重視したい、うんうん、というタイプらしいですと、うん、なるほど。可能性には走りたくないですよね、多分。やっぱり僕はここにはいないですね、うんうんうん、結構独断で、で責任も取れないのに、おお俺が責任取るわって、うん、行って勝手に仕事を進めたりするので、はいはいはい、いざとなりゃやめりゃいいんでしょって、うん、厄介なタイプですよ、うん、っていう部分はあるので、だからまあやっぱり大きな組織とかじゃないですか、必要、こういう人が。そうですね、うちみたいな小さい会社は、はい、もう臨機応変にやっていくしかないんですよ。システムなんて言ってられない部分が大きい、はいはいはい、なるほど。だってやっぱりまあ、タイプはないとは思ってるんですけど、うんうん、でもここに属してるなっていうのは感じるので、はいはいはい、うん、やっぱりこのタイプ論とかやって、うん、あ、自分が内向感覚だなと思った人は、うん、やっぱりこのルールがしっかりしたところ、うん、いくらなんかそのベンチャー企業が給料がいいとかなってても、うんうん、あまりなんか安直にそっちに行くのはもしかしたらそうストレスを抱えるかもしれない、抱えることになるかもしれないですね、うんうん、